どうも、チームフューチャーリーダーの天城レイです。今日は俺が映画 UFO 学園の秘密を紹介します。おいレイ、誰に向かって喋ってるんだ？タイラ。どうも、タイラです。なあ、なんだこれ？なあ、もうお前も一緒にやるぞ。あ、おう。映画 UFO 学園の秘密は、この秋公開の映画宇宙の方黎明編の3年前が舞台になっていて、俺たちがまだナスカ学園の高校生だった頃の話だ。あの高2の夏の出来事が俺たちの人生を大きく変えたよな。 UFO 学園の秘密を分かりやすく言うと、俺たちチームフューチャーがナスカ学園に潜むレプタリアンをやっつけたっていう話なんだけど。雑だな。最初は宇宙人はもちろん UFO も俺たちは信じてなかった。でもいろんな宇宙人に出会って、いろんなことを経験して、宇宙人にはいい宇宙人もいるし、悪い宇宙人もいるって確信できたんだ。俺はプレアデス星の美女に出会ったり、ハルはケンタウルスアルファに連れて行かれたり、俺は月の裏側の基地に連れて行ってもらった。プレアデス3番星で見たものは、なんとなく高校生活を過ごしていた俺には結構衝撃で、ベガ星では目に見えるものが全てじゃないってことを教わった。俺たちはなんとなく生まれて、なんとなく生きてるだけじゃないんだって確信できて、なんだか自信が持てたんだ。そして学園に潜むレプタリアンを見つけ出し、惑星連合と協定を結んだ俺たちは、この地球を悪質宇宙人の侵略から守ったんだ。俺たちだけに与えられた使命なんてもん実感しちゃうと熱くなっちまうよな。俺たちが戦ってるのは侵略を目論んだりする悪質なレプタリアンだけど、中には地球神を信仰している信仰レプタリアンも存在する。地球神の計画を阻止しようとする裏宇宙の使者ダハール。3年経った今回もこいつがとんでもない罠を仕掛けてきて。映画 UFO 学園の秘密、宇宙の方黎明編と一緒にチェックしてくれよな。なあお前、あの約束忘れてないよな。約束？絶対忘れんじゃねえぞ。